梶田隆章さんのノーベル物理学賞受賞決定で24人となった日本人受賞者。このうち半分の12人が出身地や研究拠点などで中部地方にゆかりがある。その軌跡をたどると国道41号に沿って列島を縦断するノーベル街道が浮かび上がった。梶田さんが研究に打ち込んだ東大の実験施設スーパー神岡出がある岐阜県飛騨市。山あいの旧神岡町では地元商工会などが1999年からあるイベントを始めた。名前はブリノーベル出世街道祭り。由来は富山湾で水揚げされた出世魚のブリを運んだ道とその沿線に集中する受賞者。日本人初の医学生理学賞を受賞した名古屋市出身の利根川進さんは少年時代を現在の富山市で過ごした。田中浩一さん、化学賞も同市の出身だ。岐阜県に入り、神岡出でのニュートリノ研究が評価された小芝翔春さん、物理学賞は、梶田さんの恩師。小芝さんの生まれ故郷は、愛知県豊橋市にある。国道41号の南端にある名古屋市に至っては、7人の受賞者を輩出している。2001年に化学賞を受賞したのより義治さんは京都大出身だが、若い頃の名古屋大での研究が受賞対象になった。08年に共同研究で物理学賞を受賞した小林誠さんと増川俊秀さんは、生まれも育ちも名古屋で名古屋大に進学。昨年、赤崎勇さんと天野博さんの物理学賞受賞で、2人の研究拠点などになっていた名古屋大や名城大が歓喜に沸いたことは記憶に新しい。